名称怒涛改め、ヌタオに対するみんなの反応。来たー。ヌタオだったのか。ヌタオちゃんかわいい。こじゃれた居酒屋みたいな。ドットハックみたいな二つな。名称ヌタオ。逆から読むとオタヌ。オタヌ。オタヌを。オタヌ。ブック。でも名称ではある。ヌタッとしてるもんな。ヌタオ？怒涛？オーランタンがちゃんとちょうちんに翻訳されるのか。ドットちょうちん。ナタオドットちゃうちん。名称加藤。これタヌキが化けてるのでは？ドットってのはドットコムとかのドットだろうか。名称土壌。ヌタはいるけどヌタオ。名称、ヌタオ。JP。急なピンイン読み。なんか可愛いな。ぬっく。この絶妙な表情。また悪さするんか。はわわ、って顔してる。ヌタオ。ぶっこ。なんかヌタが好きそうな名前。進行ドットさんなんですのだー。名称だったか。昔を思うとかなり増えたね。前は将軍だったのに。真珠取りでダメだった。元州北部の乱世の豪族感。ドット提灯という字面と五感が怒涛にぴったりだ。何度見てもピカチョウの光で耐えられない。天皇でシンプルにダメだった。待ちかね丹保座はどうなるんだろ。保有と丹保座。東方事業改革。スイープ通称。桜千代キング可愛いよね。東ヨルダンのセンシティブ感すごい。美しいポーズ。素敵なポーズ。思考の頭いい頭みたいな感じで好き。アイニスアイオロスかっこいいな。あー風神アイオロスなのね。本当に賢いで耐えられなかった。新衣装の方もじわじわ来るぞ。本当に賢いリアリースマート。霊気。里見ライトドリルかわいい。有名なヒューリー将軍。誰だよ。福来たるの保有と祝福は本当に祝ってるの？ってなる。パチンカスなら確定保有で祝福されてるって確信できるよ。桜千代キング五感いいな。メガドボ、トルポメグロ。ピパチョウの光って映画のタイトルっぽい。美味しい小料理が出てきそう。マンチェスターシティカフェがいつ見ても惜しい。一目を引くイーグル。有名な名将軍ヌタオイコールヒューリー提灯。玉もクロス。無事なのがスペちゃんと激マブと玉しかいない。一切ブレないマルゼンスキーはさすがだ。保有と祝福の MTG 感好き。マンチェスターシティカフェ好き。川上姫のまあそうなんだが感好き。夢を届けるものビクトリーチケットの無駄な格好良さ好き。デュエマのカードにありそう。エンペラーになったんかキング。草の上を飛ぶ。いいオペラ。同じ中文域でもページによって違う翻訳になるのが味わい深い。どっから出てきたんだヌタ。エクセレントクオリティ。極上クオリティ。走る。混沌。ランチャー。アマさんの肘が肘、リンになってるのに棒のは霊気なのか。ザ・グローリー・オブ・ザ・エンペラー。名称ヌタオ。東ヨルダンからのメジロアルダンでなんかダメだった。天空神社テロジカルさのかけらもないハエスポットみたいな名前に。両津アマゾンが不意打ちすぎる。真珠取りしてそうだけども。メジロ・マックイーン、むしろマックイーンでやられた。めぐみちゃんだったの。安定のドボ。青空。パールさんは由来的に真珠取りはかなり近い方では？稲荷一ってペンネームで同人作家いそう。小林アドベンチャーズとか三浦ブルボンとか何か絶妙な変わり方してるのに弱い。小林アドベンチャーズ好き。売れない芸人みたいな名前しやがって。ワイルドフラワー。確かに胸に提灯ぶら下げてるが。ヌタオダオ。桜千代キング可愛すぎる。ラブ織姫の恋愛脳幹よ。名、怒涛、将、有名なヒューリー将軍。微妙に脱力感ある名前しやがって。トントも好き。マンチェスターシティ、マンハッタン。天皇がダメだった。
青い雲空、せいちゃんちょっと曇りますね。ご用ですー。富士ミラクルが別の馬になっててダメだった。メガドボ先生。いいオペラ悪いオペラそんなの人の勝手。メジロがメグロになるのはなんでだろう。ベッドか。居酒屋ドット提灯。動物カフェ。東シナ海の帝王は政治的にデンジャラスすぎない？東ヨルダン。これもなかなかな政治案件。なんで衣装ごとに名前変わるの？人目を引くイーグル。メガドボ。本当に賢い。政治活動をする馬娘。桜千代キングは多分無風ってしながら自称する。西のフラワーが急に泣き出した空に声を上げはしゃぐ無垢な子供たちになってる。泣き止んだせいちゃんを見てるんだ。いつでも心を満たすのは空の青さと風の声なんだ。エリ、エリ、キョンシー。キングやたらかっこいい。重宝。天空神社好き。多分曲かアルバムのタイトル。霊気でダメだった。競馬少女図鑑の方で殿下が C メールになってるのひどい。人の心とかないんか。ご用はないのですか？ジュエルはないのですか？タヌキオスだったんか。名称怒涛？贅沢な名だね。今からお前の名前はヌタオだ。今からお前の名前はメトだよ。え、メトさんの名前の由来ってそうなの？実際あれだけの従業員の名前を付け直したんだから、相当あだ名のセンスあるはずよね。ヌタオ。という謎の納得感ある響き。ヌタン？タヌタヌしとるからな。おたぬ、ぬたお。鬼兵ドット長。しつけ盗賊解放長谷川ぬたお。しつけ盗賊解放長谷川ぬたおですー。神妙にお縄についてくださーい。なお足は早い模様。困った、ちょっと逃げられない。いつもふわふわした感じだが、オペラ王以外は全員切り捨ててそう。二八そばの屋台、のそばを、食いつぶすおぐり、エンドテーマ。おぐりにも鉄のシャモ鍋が食い尽くされてしまう。失敗したっていいじゃないか。タヌキだもの、ヌタオ。やっぱり、タヌキじゃないか。居酒屋のメニューにありそうな名前ヌタオ。本日のお通しのヌタオです。ヌタエっていう酢味噌使った料理は実際にある。ヌタ、マンもしくはヌタナマス、マンナマスは、ナマス、ナマスの一種で、一般的に酢と味噌の合わせ調味料で和えた料理。日本の伝統料理、郷土料理の一つ。毎週土曜日に、誰でも参加できる面白馬娘杯配信もやってるのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録、お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。